うわいや、うまい、ほんとこれうまい、うん、やばい、よかったね、スケジャン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 麺すげえ。うーわ、すごいきたーって感じですね。うん、すっごい、やばい、煮込んである、とびっぱんぐるみですね。両国石原町、久々の巨牛荘、巨牛荘、両国とは言ってもちゃんことか土壌とかじゃないですよ、今日は牛です、牛、牛、焼肉、焼肉。いや、ほんと懐かしいね、30年ぶり以上。あ、ここが、これだこれだ、巨牛荘って書いてある。そしてついにここならではの超名物、巨牛荘名物、プルコギ。このなんかこういうお鍋をなんか見たのもここが初めてだったような気がする。それ以降よく見るようになったけど、そうか、キムチを入れてね。やばい、これバクッと。どうですか、名物プルコギ。プルコギだね、うまいわ、美味しいです、本当。ありがとうございます。和牛のカルビとか、うん、つけだれの中で漬け込む、うん、つけだれは一回こっちで漬け込む、一回こっちで作りましたね。いや、やっぱこれだけで来てよかったって感じ。さあ、締めはなんとうどんです。このプルコギのタレに、これが最後にいいんだよねっつって、そうなんだ、この中に入れて、あー、そうなんだ、これ入れちゃうと、うん、スープの味しか味わえない。昔はそう、確かにこれをたーってここにかけてたような気がする。うん、いや、うまそうだな。いや、懐かしいな、これも味付けを自分で工夫してっていう、はい。おー、そういう、そういきますか。やるな。スケジャン麺。スケジャン。うん。よかったね。スケジャン。スケジャン。スケジャン。名前使ってもいいですよ。メニューで。僕らはこのケジャンダレ必須だね、必須必須。感染拡大もやや落ち着きつつありますが、本日は一人で人形町にやってまいりました。歩いているだけで癒される街並みです。なんだかとっても落ち着きます。水天宮前駅の7番出口です。今日行くお店はここから約2分ほどの縮図という居酒屋さんです。一人でも気軽に入れる、お魚がとても美味しい立ち飲みの居酒屋さんです。日本橋人形町2丁目お目当ての縮図が見えてきました。こんにちは。あ、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。いや、今日も美味しそうなお魚がいろいろちょっと食べさせていただきます、はい。ここはあれですよね。やっぱりあの一切れずつ食べれるっていうのが最高ですよね。やっぱり
最高峰ですね、アオリイカは。美味しそう。プリップリです。プリップリだ。いやでもうまいわこれ、このアオリイカ。あ、キチキジラあるんですか。和田港直送の、わざわざ鴨川までまた行かれたんですね。あー今日あったんだこれ、キチキジラ。これはもうここじゃないと食べられない。うますぎる。魚はすべて天然物です。養殖は一切なし。こうやってちょっとずついろんなところのこう天然のお刺身を食べられるっていうのは嬉しいなと思って。今まで食べたんだけど、刺身1人前通常は5枚食べる、5切れで3人前食べると、15切れ食べなきゃきて、食べられないけど食べられない食べられない、ちょっと高級魚でも1切れだからいっちゃうかっていうね。本当そうですよね。いろいろあるんです。今日も思いっきり捕まして。滑らないように。滑らない。ダジャレはそんな。滑るのも味がある。来ましたな。まだあるんです。我らが栄通り商店街。前々からねちょっと気になってたお店なんですよ。ちょっと隠れ家的なこちらです。なんて書いてありますか。ちょっと変わったソムリエの家、内臓料理専門店。内臓料理専門店、ちょっと変わった料理を出してくれるお店です。いつできたんだろうね。そんなね最近ではないみたい。こんにちは。あ、予約をしました中尾です。よろしくお願いします。結構ね、ネットとかでも評判のお店ですよ。はい、とりあえず、ワイン&グリル、モツさんです。かわいい。これが3番目のトリッパパラモールです。5種類の胃を煮込んだこちらの看板メニューということです。どうぞ。どうですか。やばい煮込んである。味が深くてね、表現しにくい。やらけ、うまい。普通こういう食感じゃないよね。溶けるもんだって内臓が。予想してたのと食感が違うね。全然違う。見た目とね。見た目と。もっとさ、こうちょっとこう歯応えがあるっていうかね。トリトリ感がね、ね、ないもんね。溶ける、看板っていうだけある。あるね。これはある。これは看板で。皆さんおすすめです。これ。トリッパグルメですか。データ。ゆうくぼです。どちらもゆうくぼで。いつもお世話になっているお店なんで。居酒屋さんを応援する意味でお邪魔させてくださいという話はしてあります。ラーメン屋の美味しいお店が撮影したところがあります。そう、ぜひ左です。これです。的にはね、日本一うまい。今まで食った。はい、先輩。来ましたですよ。俺が何つってもうまい。初とレバーです。初か。
うまい、ほんとうまい。終わってもすごくないこんなうまかったっけ。ハツのカルチャーショックを感じるでしょ。このなんていうのかな、ジューシー感っていうか、うん、最高です。こちらの手羽先の油かけっていうか、うん、これもうまいんだよね。でもやっぱり 僕はこれです。ハツ、なんつってもこのハツ、うん、このハツに見せられてしまいましたね。プロはね、ハツだけにプロを奪われたね。奪われちょっと高尚なダジャレが出たね。自然に出たね。出たね今。自然に出たね今ね、うん。いつも高尚じゃないの。焦点だったら本当に上手いな。いや5倍ぐらいいかない。いや大将がねこの北海道の白糠町のご出身なんで。ルートがあるんですよね。そうだから美味しいその北海道の魚介が直送で、さあさあさあタコマンマ飛ばしてください。タコマンマ今が旬だそうです。タコマンマです。旬のタコマンマ参ったね。これはね、すごいタイミングで、これはねもう日本酒ですよ。本当日本酒のつまみになるために生まれてきたやつだね。ああ、うん、これはね何これが現物、これが現物なんだ。春先に産卵始まるからそれまで卵を持つんですよね。これはねなかなか食べられない。今日はあの武蔵小山まで、はい、ありがとうございます。とんでもないです。はい、今日は期待してください。いやもう期待大ですね。もう大以上に期待していただいてもいいと思います。これから行く照屋さんミシュランの星じゃないんだけど、はい、うん、ビブグルマンっていうのあるの知ってます？いや知らない。星はつかないんだけど、うん、5000円ぐらいで、うん、すごく美味しいお酒が飲めて料理も素晴らしくてっていうのを、うん、ビブグルマンって言ってね認定してるんですよ、ミシュランのあのガイドブックの中に。それに2015年と16年だったかな、2年続けて選ばれてる、掲載されてるお店なんです。うん、ここです。魚と炭テリアさん、赤いのれんがね、ご主人がシャイなんかな。えテレア。うわ、来ましたよ先輩。カマス。でかいね。でかい、肉厚。肉厚カマス。美味しそうじゃないですか。石川県の。今日ですよ、金沢市場から来た肉厚、うん。その辺のスーパーで売ってるカマスと違いますからね先輩。北海道だれが甘い。うまい。うまそうな顔してる。うまいうまいうまい。あ、本当に肉厚。肉厚。うん。うちの母ちゃんがやかまそのあっという間に硬くなっちゃうけど、すごいやわらかい。やわらかい。全然違うね。うん。今まで食べたかまそはな、なんだ、何だったんだろうって感じだね。うん、こんなうまいんすね、かまそって。そうです。あのかまそはね、ちょっとね、痩せてるかま出回ってると思うけど、作ってるやつ本当に美味しい。こんなうまいカマス見たの初めて。本当だよ。何だったんだろう今まで食べてきたカマスは。カマスじゃなかったんだ。カマスじゃないんだよ今まで食ったのは。もうのどぐろ食わなくていいかなっていうぐらい。そうですね。ね。そうですね。あののどぐろ卒業しましょう。いやうまい、本当これうまい。ね、やばい。これやばい。これで十分だよね。これで十分だ、ほんと。はい、来ました。なんだっけ、ホッキ貝と花びらたけの酒蒸しです。うわー、きれい、おいしそう。ホッキ貝と花びらたけの酒蒸しですよ。いやいや、うわっ、すごいでしょう。ホッキ貝も肉厚じゃないですか、大きくて。言葉が出ないね。口の中がね、味噌の香りだね。美味しい。困ったな。困った。
ったね。酒もう一杯飲んじゃう。以外のこういうさ、お椀ってあんまりいないよね。こういう食べ方ちょっと俺この辺もこう行かしてもらうわ。おいしい。皆様ちょっと美味しいです。美味しすぎます。柚子とさ、この蜜葉とさ、本当に肉厚だね。ロッキーガイ肉厚、おいしい。これもやばい。人生最高の一杯だね。これも人生最高の一杯だね。一番だね、うん、いや最高。ちょっとどうしますか、我々のシリーズ。やばいよ、やばいですよ。ちょっと後が続かないよ。こんな美味しいもの食べちゃったら。うわー出た、すげえ。うわすごい、きたーって感じですね。マグロは南マグロ、もう大人ですね。うわー、こんなの見たことない。うわー美味しそう。うまい、うまい、うまい。いや今日本当のお世話が来たよ。初めてのお正月って言うね。2023年初めてのお正月が今日来たって感じだもん。ユッケユッケヒューマン。バカな人間でございます。バカじゃない。